どうも、タイチです。投稿してすぐ見てくださってる方は、こんばんは。ね、ちょっと遅い時間に意図的に今回今、ね、投稿してるんですが、突然なんですけど、まあ、サムネイルにもね、今回多分、質問というか、それを載っけてるんですけど、皆さん、今日勉強しましたか？っていう質問をちょっとしたい。で、もし、勉強したよっていう方はですね、一回動画止めてもらって構わないので、今日何したっけなっていう、何を勉強したのか、何を新しく覚えたのかっていうのを思い出す。特に何も見なくていいです。やったノートとか見なくて構わないんで、頭の中です。ちょっと時間取ってもらって、何やったっけなってちょっと考え直してもらっていいでしょうか。で、まあそれをしていただいたということを仮定してですね、喋っていこうと思うんですけど、まず、今日8月の7日に撮っておりまして、おそらく7日に投稿できてると思うんですけど、割とですね、この期間というかこの辺、夏休みが大体半分ぐらい終わるこの辺はですね、かなりだらけやすいです。だらけやすいというか、やってるんだけど、集中しにくいというか、頭に残りにくいというか、どうも身が入らないなんていう時期なんですよね、意図的によく言われるところなんですけど。で、まあその期間ではと撮ってるんですけどね。で、まずじゃあ勉強してねえという方、まあもちろん今日はたまたまオフに当たってたりとかね、自分の中でね、その、まあみんなの計画があると思うんで。とか、まあ、意図的に、まあ、体調悪かったとかさ、あとはさ、意図的に、その、なんだ、予定が入ってて、ね、勉強できんかったなんて方もいると思うんですけど、まあ、もう特に受験生の方ね、まあ、勉強してねっていう方がいらっしゃったら、ちょっとやべえぞと。まあ、もちろんさっき言ってオフに当ててるのにさ、俺にギャンギャン言われるのはね、嫌だと思うんですけど、まあ、基本的にね、やっぱゼロの日は作んない方がいいですね。勉強。特に、ま、受験生の方なんかは、と思います。まあ今日は今日でね、終わったことは返ってこないです。過去はどうあがいても変わらないんで、ちょっと気持ち切り替えてというかね、てめえこの野郎と、ね、ハイチこの野郎と思う方もいると思うんですけど、構わないです。それでみんなが頑張ってくれるなら全然構わない。それで明日からね、あいつ見てろこの野郎と。で、やってもらえたら嬉しいですね。はい。で、まあ勉強したと。で、思い出す作業をしてくれた方もね、いたと思うんですけど、割と出てこない方いると思うんですよ。特にこの時期。何やったっけなって。で、ちょっとノートがチラ見して、ああ、そうそうそう、この問題これ苦戦したわ、みたいな方もいると思うんですよ。いや、もちろんそれでもね、構わないんですが、自分が思うことなんですけど、何勉強したっけなって時に、パッて出てくる状態がやっぱりいい状態なんですよ。なぜなら目的意識がはっきりしてるから、そこに。こう、今から勉強するときにこれを覚えるために、これをマスターしなきゃいけないんで自分はって意識しながら解いてると、当然それをやったって記憶は残ります。ただ、問題をこうね、まあ、問題書をザーって解いてて、まあ、もちろんできない問題がありましたと。で、それを復習してできるようになりましたと。で、それもいいんですけど、でも、やっぱ目的意識がちょっと薄れてきたりとか、やる気が落ちてる時っていうのは思い出しにくいです。なぜなら作業が入ってるからそこに。目的意識が薄れてるからね。そう。なので、もし思い出す作業をした時にパッとちょっと出てこなかった方なんかは少しですね、明日から勉強するときに、例えばね、問題集やってますと。で、わかんない、ごめん、わかんない問題に出会いましたと。時に、この問題を今から自分は絶対完璧にしてやんだみたいな。ぐらいの、ちょっとこう、今から、そのね、わかんない問題に出会ってから、この時間ね、今から何分間かわかんないけど、この時間はこいつを覚えるために、こいつを攻略するためにやってやんだぞっていう。風に、意図的にちょっとスイッチを入れ直すというか、問題集を解いて回したスイッチからこいつを倒すスイッチに入れ直すんですよ。っていう風にやるといいです。で、英単語とかね、まあ、いろんなものを暗記してる方も、例えば暗記したもの、まあ、何個暗記したかわかんないですけど、多ければ多いほど思い出しにくくはなりますと、なりますけど、でも、苦戦した単語、まあ、社会の歴史の単語でも英単語でもそうですけど、あいつがなかなか覚えられなかったよな、っていうのがすぐ出てくれば、それはね、基本的にもう忘れないです、なかなか。まあ、もちろんこの後の復習も必要になりますけどね。なので、もしね、今回、まあ、この動画をきっかけにね、ちょっと覚え出してみて、あれ、ちょっとパッと出てこなかったな、なんていう方はですね、明日から勉強するときに、今から自分がやる時間ね、この時間、これから勉強する時間、この時間は何のためにやってんのかっていうのを、意図的に自分に言い聞かせてください、その瞬間。今から私はこれをやるんだと。あ、もちろん勉強始めるときに、この問題集のここのページまで私はやるんだとか、それでも構わないです、最初は。やっていくうちに、わかんない問題に出会ってスイッチを入れ直すと。こいつを倒す時間だと。で、終わったらスイッチをね、問題習得時間にスイッチを入れ直してやるとか。構わないんですけど。そう、自分が何のために今この時間を使ってんのかっていうのを、改めてですね、ちょっとこう、なんだろう、意識し直してやっていただけると、すごく頭に残りやすいし、今はこのために時間を使ってんだっていう自分の中でもはっきりするんで、意図が。そう、そうするとね、こうなんだろう。
まあ、覚えやすくなるというか、効率はね、自分は多少良くなると思ってます。まあ、自分はそういう風にやって生きてきてるんで、まあ、もしよかったらね、参考にしてもらえたらと思いますので、ぜひね、明日からの勉強、活かしてみてください。